同情するなら金をくれね。まあ、なかなかいい言葉だったと思いますよ。で、なんか、吉田さんもこういうことはないですかね。例えば、こう、視聴者さんから問い合わせがあって、<laughs> まあ、一生懸命熱心に答えるじゃないですか。で、まあ、問題が解決できたとするじゃないですか。まあ、解決しないにしても、なんか、丁寧に答えてくださってありがとうございますみたいな、の返事が来ると思うんですよ。いや、本当熟成でもないのに、お金も払ってないのに、こんな風に丁寧にやってもらって申し訳ありません。で、 あのその上でずずしいんですけどもこういうのはどうでしょうかみたいなねさらにお市を書いてくる例もあると思いますけどもいや申し訳ないと思うんだったらさすんなりお金払ったらいいんじゃないのと思うんですよ1万でも2万でもねそれが別に30万50万払えって話じゃないんで気持ちだけ送りますとか言って1,000円2,000円送ることはできないですかねと思うんですよねうん、まあ、だからねその世の中にはね何て言うんですかねお金以外は受け付けませんよっていうところばかりなんですよ だから愛情とかなんか気持ちが大事とか言いますけどもじゃあ例えばね今度増税がまたされるみたいですけども「岸田総理自民党万歳日本っていう国大好きです万歳!」っていう思いが高まったら税金免除になるんですかね多分そんなことなくってどれだけ反日の人でもどれだけ日本嫌いな人でもどれだけ令和新選組を応援していてもどれだけ自民党を応援していてもみんな同じ分だけぶっ取られますよね。 だからそこには気持ちが通用しないっていうところがやっぱ現実認めないといけないのかなとお金以外は受け付けてくれないんですよ愛情なんて受け付けてくれない支払い窓口ばっかりですよ日本以外はダメっていうところも多いですよねいやビットコイン持ってますとビットコインが1ビット200数十万ですじゃあ1ビット振り込むんでその10万円の商品くださいよって言ってもいやビットコインやってないんですよ <laughs> だからビットコインで払ったら10倍100倍の 価値提供なのに、いや、ちょっとね、QR コードとかよくわかんないんですいません、現金で、みたいなね。惜しいですよね。そんなことがあるわけですから。だから結局、お金以外は受け付けないっていうところばかりなんじゃないですか現実。<laughs> ね他のものじゃ受け取ってくれないでしょ。言葉ではよく言うんですけどいや。お金だけじゃないですから、とかね。じゃあお金じゃなくて別のもので。 なんか感謝を示そうとしたらあれ何ももらえないんですかみたいなことになっちゃったりなんかねで逆にですよお中元とかお歳暮とかってやっぱいまだに届くし、まあ、入金がこそっとあったりするわけなんですよねやっぱりねもう塾費用完全に支払い終わってんのに「あの今日の話よかったです」とか言ってからねやっぱ三3,000とか5,000入金されてるわけですよだからそれはやっぱり感謝とか感動をお金で示すっていう最もシンプルな行動原理じゃないかなと思うんですよなんととかか人は払わせずに済もうとか すするわけなんですよねもちろん払うに値しないものには払わなくていいんですけどもなんか「有料級です」みたいな動画もありますけどもね「有料級」ってことは「有料じゃないんだね」ってことですよねまあこれは複雑ですけどねでお金の話題に対して結構、ね、汚いイメージを持ってる人っていると思いますけどこれシンプルにね不得意だからその話題から逃げたいんでしょでスパッと回答が出せないからなるべくそのお金の話てするもんじゃないよみたいなね回答持ってないから自信持って答えられないからそこの問題は避けてるんですよ、うん、だからその モテない人がね、モテる方法で盛り上がってる、そのグループに入りにくい原理じゃないですか。だからあれですよね、なんか、あのまあ、こう言ったらまたね、偏見かもしれませんけども、独身で、彼女がいなくって、なんかこう、シングルであ、なんか40代になっちゃったけど、やばいな、家族モテそうないなって人が、同窓会に行ったらみんな家族持ち。そしたら、家族持ちの、 なんか子育てとか,なんか家族みたいなねそんな話題についていけなくってポツンとするみたいなねいや別に自分の知らない領域のことを興味持って「えー、なるほどあそうなんですよ、ね、すごいね」ってそういう生き方もあるよねって盛り上がればいいのになんか知んないけど自分が不得意だからなんか居づらいなみたいな感じでね同窓会から足が遠のくとかその逆もありますよねなんか独身はどんだけ素晴らしいかみたいなところで盛り上がってるところにあの家庭持ちがこうパッと言ってね「俺小遣い制だからさあんまり2次会とか3次会きついんですよね」なんていう。 で、会費がなかなか払えなかったりとか、明日もあるし、なんかあまり遅いとさ、奥さん怒るんだよね、みたいな感じで帰っちゃうのを、いややっぱ家族持ち大,大変だよね、とか言って、お互いに休な思もしてますけども、そうじゃない、別々のなんか生き方を尊重し合ってね、ああいうのもなんか幸せの形だよね、ってお互いに思えるはずなのに、なぜかね、疎開感を勝手に感じたりとかね、するわけなんですよ。だから、お金に関して、 その稼ぎ方とか支払い方とか借金の仕方とか返済の求め方とかってとにかく不得意だから逃げたいんじゃないかなと思うんですよその場を避けたいっていうかねでお金に関して得意な人は圧倒的少数派なんでお金の話題はなるべくしないようにしようっていう風なねこう共通の暗黙の了解ができたりとかねうん私なんてあれですよ野球の話題で盛り上がるんですよむちゃくちゃ不愉快ですからね <laughs> 広島テーいえばカーブだよねってから全員興味があると思うなよ <laughs> <laughs> 何が野球だよとか思っちゃいますけどねまあ、野球部に随分長いこといた私が言うのはあんなんですけど <laughs>、うん、まあね不得意だからじゃないですかでも少なくともねやっぱこうかわいそうにとか思うんだったらそれなりのアクションが起こせるはずなのにまあ気の毒だなと思いながらもなんかね中国でウイグル人が強制労働で作られた太陽光パネルを東京都に張り巡らそうとしてるんですよそんな現実があるということで儲かれば何でもいいんかいっていうね ま、そんなところもありますけどもどうでしょうかね？タバコ税増税だそうです。ご愁傷です。